えー、さてこれまでの整理でですねだいたい5万年ぐらい前に、えー、日本の列島にはかなりの人が住んでいて石器時代と言われる文化であったとその時に日本列島はどうだったかって昔はですね大陸と陸続きと言われておりましたがどうもですね対馬、えー、海峡もあったようだしそれから宗谷の方にも海があったようで。 従来から言われてた日本海は湖であるとか日本列島がこの10万年ぐらい前には大陸と続いてたというのはですね大陸と続いてないと人が移ってこないからっていうそういう前提で錯覚を起こしてたような感じがしますね。この頃のの頃頃研究を見ますとそででもやっっぱり海峡はあったようで えー、日本は島国だったかもしれません。まあ、しかし、それは大したことではないんですね。というのは、えー、10万年ぐらい前って言いますとね。すごく寒い時代なんですよ。現在はあの現在の地球温暖化か、なんかの政治的な問題でですね。こういった問題が学問的に話しにくいんですけれども、現在の地球というのはですね。だいたいここま100万年ぐらいですね。 13万年から14万年の周期で寒氷期がう期が大体そのほとんどで1万年から2万年ぐらいあの寒氷期氷期がほとんどで寒氷期が1万年から2万年ぐらいっていうのが繰り返されてるんですねそれで今から14万年ぐらい前にネアン・デルタール人が活躍した寒氷期がありましてそれからまたぐーっと寒くなりましてね ちょうどあの日本人が日本に移ってきた頃の5万年ぐらい前はですね、まあ、大変に寒い時期なんですね。まあ、氷がほとんど張っていた時期じゃないかと思うんですね。私があのどうも大陸から移ってきたには時期が悪いんじゃないかなと最初思ってたんですね。それでまあその考古学とか人類学の先生方が気象変動についてどのくらい、えー、知識が終わりだったかわかんないんですけども。 ちょ私はあのその当時ですね、えー、チベットからにあの例えばシルクロードみたいなところを渡ってですね中国を横断して日本に来るっていうことはまず無理だったんじゃないかと思うんですね寒くてですから、まあ、南の方を回ってきたんだろうというふうに思ってはいるんですが大体、えー、いいこの火山日本列島がまあ一応独立してて火山としてはですね9万年ぐらい前に阿蘇山が大噴火して。 まあ今見るカルデラができてるわけですドカーンと全部もう山が飛んじゃったわけですから大噴火ですねこれが5万年前ですねそれからまあそれよりか少しは規模が小さいんですが磐梯山ですねこれもあのドカーンと爆発していや噴火して今はカルデラしか残ってないわけで今見える磐梯山っていうのはその小さい磐梯山なんですね。 それが5万年前それ三3万年前になると例の鹿児島湾ですね今の鹿児島ア埴ラ火山っていいますかあそこは火山だったんですけどドカーンと爆発して噴火して穴ぼこができてそれが今鹿児島湾になっちゃってるわけですね今鹿児島湾の端にある桜島っていう火山はその名残みたいなもんなんですねこれが3万年ぐらい前でまあたい、えー、この火砕流で 熊本の南から宮崎の中間ぐらいまでは全部が死んだと言われておりまして火山灰はもう日本全土に降ったというのは大きな火山ですねその後は富士山とか浅間山といってですね、まあ、かなり大きな噴火はあったけれども、まあ、このカルデラがでかいカルデラができるようなですね まあそういう噴火はなかったわけですが、まあ、そういう点ではまず日本列島つの頭に思い浮かべますとね、えー、まあ今よりかは若干海が低いので寒いから低いんですね、えー、寒いから海の海面が低いので、まあ、浅瀬みたいなものもあったんですが一応大陸から独立して日本列島がありそこで時々9万年前に阿蘇がボカーンと行き 五、えー、万年前にバンダイさんがポカーンと行きですね3万年前にもっと巨大なアイラ火山がダーンと行って今も火山のああ見る影もなくてか鹿児島湾になっちゃってるっていう、まあ、そういう時代だったわけですそれで生物はどちらかというと寒かったんで二万年前まで寒かったんですねですから五万年前に日本人が、まあ、比較的集団として住み着いたとしますと それから3万年の間です、ね、5万年から3万年2万年前の間は、えー、日本は非常に寒くて亜寒帯だったと考えられるんですね亜寒帯ですから今の、まあ、ヨーロッパの北の方ですねだから黒潮が流れるところはある程度あったかいんですけどもそれ以外はあまり住めないということで、まあ、おそらく石器時代の遺跡が関東辺りで多く見られるということはですね まあかなり寒かったんで瀬戸内海とかえ関東ぐらいまでしか人は住めなかったんじゃないかと思うんですね。